市内って竹なんで、竹って30年に一度か、まあ、40年に一度花が咲くんですって、まあ、僕が生まれてからはまあ見たことないんですけど、花が咲くと枯れてしまうんですよ竹って。それで一回剣道にこう持っていく竹がなくなってしまったんですって。その時に台湾にその技術を持っていって、市内を制作する技術か、それを持っていって台湾で作った竹、それをもともと軽竹っていうらしいんですよ。面白いですね。はい、結構僕好きなんで、その社会科見学とか行っちゃうんで、市内製作所とかに行って、市内って干すんですよ。竹を割って、それを焼いたりもするよね。今焼いたりします。火星ソーダっていうところに入れて、勝手に要は乾燥させるんですよね。水を出すんですけど、それを自然にやるっていうところがあるんですよ。それが市内製作所ってところなんですけど、そこに行ってどういう風に作ってるのかとか、竹ってまあおのずとこういう竹ですけど、それを10本に割るんですよ。10本にバシーンと割ってくんですよ。でそれをためって言って。まっすぐにしていくんですよ。竹ってこう曲がってるから、それをまっすぐにして熱を入れながらまっすぐにしていって、でそれで干すんですよ。1年半ぐらい。1年半。そうなんですよ。いや私も剣道17年間やってましたけれども、やっぱり7段ぐらいになってくると、こういった竹刀や道具のこう雑学的なこともこんなに詳しくなってくるものなんですか？そうなんですか。人によるんですね。人によりますね。僕はそんなにあんまりこだわらないですね。素材派とはい。好きになっちゃうとね。好きになっちゃうとなんか知りたくなっちゃうっていうか。だって見学に。そうですよね。見に行くんですよね。一緒に竹取り行っちゃいました。いやそれ寺門ジモンと同じやり方ですよ。肉の愛し方。もうそうですか。牧場から見に行っちゃうみたいな。こんな竹林なんだ、この竹が俺の市内になるんだとか思ったら、竹林から市内に行くんですか。木彫り職人やん。